お絵描きですか？うん。お仕事しなくて大丈夫ですか？お絵描きしてる。これ知ってる？こう描くやんか。はい。でこうやって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 消していってさ、ほら、綺麗な立体になるでしょ。すごくない？すごいですね。え、ちょっと反応少ない。すいません。もっと描いていい？はい。ほら。これはすごいですね。でしょ。さすが数学の先生ですね。はい。ということで今日はこちらの消せるボールペンの秘密を解説したいと思います。それでは身近な不思議を解説シリーズ解説をスタートしていきたいと思います。今日はね、消しゴムで消せるボールペン、普通のボールペンと何が違うんだろうということについて説明していきたいと思います。この鉛筆と普通のボールペンを、はい、足して2で割ったようなものが先ほどのボールペンでしょ。じゃあ鉛筆がどういう仕組みなのかということなんですけど、鉛筆っていうのは例えば紙の上に固体、粉のようなね、はい、水の成分が乗ってる状態ですよね。乗ってる状態なので、消しゴムかなんかでこれをクッとこすってあげると、はい、この粉が落ちるよと、消えてしまうよというのがこの消しゴム鉛筆の原理です。続いて普通のボールペン、これインクは液体なんですね。はい、液体といっても水性のものと油性のものがあります。なので紙に対してこれがべちゃっと張り付いているイメージなんですね。なので消しゴムで消してもなかなか消えない。そして最後です、消えるボールペン。この消えるボールペンもインクは液体なんです。ただこのインクがフリクションインクという特殊なインクになります。さあ、このフリクションインクは中にカプセルが入っているんですね。つぶつぶごめんなさい。で、このカプセルの中に発色剤、変色剤、この発色剤は色を決めるもの、赤だよとか黒だよとか色を決めるもの。で、実際色を出すのは変色剤、つまりこの2つが組み合わさって色がついてるっていう状態。ここにポイントになるのが変色温度調整剤です。変色温度調整剤、これが入ってるんですね。発色剤、変色剤、二人は仲良しです。この二つに、この変色温度調整剤というものが入ってて、なんと、この変色温度調整剤は、温度が高くなると働き始めます。具体的にだいたい60度ぐらいになってくると、俺がって言って中に割って入るんですね。で、これとこれが分裂しちゃうんです。ということによって色が消えるんだよという仕組みになってるんですね。つまり色が消えてしまう温度まで上げてあげる、変色温度調整剤の働き出す温度まで上げてあげる、それは具体的に擦るということで摩擦の熱によって60度以上にしてるんですね。つまり先ほどの鉛筆の消しゴムの原理とこれは全然違います。実はインク自体は残ったままなんですね。色が消えてるだけで、はい、という仕組みになってるんです。わかりましたか？ということで消えるボールペンの秘密解説してきました。皆さんも身近で不思議だな、これなんでだろうっていうことがあったら、ぜひともコメント欄にどしどしと寄せてください。それではまたね、さようなら。